今回は無糖梅酒の作り方をご紹介します。たっぷりの氷砂糖を使って作るのが梅酒作りの基本。1キロの梅に対して800グラム前後ほどの大量のお砂糖を使います。梅酒は美味しいけど甘すぎると感じる方や、健康面から糖質量を抑えたいという方も多いと思います。そんな方には砂糖ゼロで作る無糖梅酒がおすすめ。梅酒を無糖で作る時のコツやポイントを踏まえて簡単なレシピをご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは我が家で使ってみて良かった商品や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。一般的な梅酒の作り方は、梅の重量に対して半量から同量の砂糖が必要です。好みで砂糖の調整ができるなら、単純に入れなければ砂糖なしの梅酒ができるのでは？そう思う方もいらっしゃると思います。しかし砂糖は美味しい梅酒作りにとって欠かせない力を持つ調味料で、単純にゼロにしてしまうと失敗してしまうこともありえるのです。梅酒作りにおける砂糖の役割は、浸透圧を利用して梅エキスをアルコールに移すことです。梅から梅エキスが抽出されアルコールに移ることで梅酒が出来上がります。浸透圧とは、異なる2つの物質間で濃度を均一に保とうとする力のこと。梅の実とアルコールでは、梅の実の方が濃度が高いため、梅のエキスがうまく排出されません。そこで濃度を均一にするのに役に立つのが砂糖です。この砂糖がないとエキスがうまく移らず、アルコール臭が強かったり、梅の酸味だけが強く出たりと、思うような梅酒に仕上がらない可能性が高くなってしまうんです。無糖梅酒を成功させるためのポイントやコツを説明しながら、無糖梅酒を実際に作っていきます。ポイント一つ目は、度数が40度以上のアルコールを使うことです。梅酒作りでよく使われるホワイトリカーは35度ほどですが、砂糖なしの梅酒を作るのには向いていません。梅酒は漬けている間に水分が増え、アルコール度数が薄まります。通常はアルコール度数が下がっても、砂糖を入れることで殺菌作用を保ち、カビを防いでいますが、砂糖なしの場合そうはいきません。カビや腐敗から梅酒を守るために、アルコール度数の高いものを使用しましょう。2つ目のポイントは、梅を生のまま使わず冷凍してから使うことです。砂糖がないと梅のエキスが排出されにくいので、一度冷凍庫で保存して細胞を壊します。壊れた細胞はエキスが出やすくなるので、砂糖なしの梅酒でも十分にエキスを移すことができます。しっかり固まったら消毒した瓶に移します。無糖梅酒を作るのにおすすめのお酒はこちら。無色透明で植物のような爽やかな香りが特徴的なジン。ジントニックなどのカクテルでよく使われますが、梅酒作りにも向いています。ウォッカも無色透明で、ジンと比較すると癖がなく、すっきりとした飲み口が特徴です。フルーティーで芳醇な香りが楽しめるブランデーは、しっかりと色づいた梅酒に仕上がります。ジンやウォッカに比べると、甘みを持ったブランデー、砂糖とは違う芳醇な甘さを楽しめます。泡盛はお米を原料としたお酒、まろやかな甘みを楽しみたい方におすすめです。そして銘柄によって味や香りが大きく異なるウイスキー。今回はこのウイスキーを使用して無糖梅酒を作っていきます。甲州韮崎ウイスキーピュアモルト、日本のウイスキーです。
比較的にどなたでも飲みやすいウイスキーだと思います。あとは瓶の中にウイスキーを入れるだけ。梅1キロに対してアルコール 1.8 リットルの比率で作ります。今回は少量で作っているので、梅 300g に対して 540ml。 梅がまだ凍っていますが、溶けると梅の実全体がアルコールに浸ります。10ヶ月から1年ほど寝かせます。寝かせれば寝かせるほど美味しくなるそうですよ。だんだん梅が溶けてきて梅の実が全部沈みました。あとは冷暗所で1年間熟成させます。漬けた日付も忘れずにメモします。1年間寝かせた無糖梅酒がこちらです。梅のエキスがお酒に移り色が濃くなっていますね。無糖の梅酒は砂糖入りの梅酒と違って梅がシワシワになりません。良い香りがします。梅が沈んでいるのでエキスがしっかり出たようです。いただきます。すっきりしていて美味しいです。市販の梅酒とは全然違います。コクのあるウイスキーに爽やかな梅の香りが合わさった今までに飲んだことのない味。これは癖になる味です。梅酒の奥深さを感じますね。長く熟成させる必要があり、愛着も湧いてくる自家製梅酒。自分好みのお酒をチョイスし、世界に一つだけの梅酒を作れると思うとワクワクしますね。ブランデーやジンやウォッカなど、いろいろなお酒で試してみたくなりました。砂糖なしで作る自家製無糖梅酒、いかがだったでしょうか。使う梅の品種や漬け込むお酒によって味や風味の違いを楽しむことができる梅酒。気になる糖質をカットし、すっきりとした味わいを楽しむことができます。とても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。無糖梅酒が作れるお酒は概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。